ドはオレンジのサビキに振りました。オッケー、今流れてないんですよね。あ、外れた、最悪。これサビキだ。サビキ、まあ、緑色のサビキに食いましたね。はい、いいですか。はい、おはようございます、釣りバカ3号です。本日も高松沖をやっていこうかなと思います。今日はちょっと所用がありまして時間がありませんので、地元近所でね平場さびきということで、一応下に平場ですね、平場こんなセッティングにしてみました。どうでしょうね、軽村の代わりに、まあ、スカート入れてフックをねすごい後ろに出してみました。うん、まあ、試しですね。で地元の、サビキ、タイサビキエリアに入ってます。うん、まあタイサビキ入れてますが、まあとにかくね最近このご近所で全然釣れてないと。うん、まあ私自身も釣ってないですし、港のみんなの意見も全然釣れない、釣れてもめっちゃちっちゃいみたいな、感じなんですが、まあご近所でね釣れればいいかなというところで、入ってみました。やってみましょう。魚探にはまあ一応魚映ってます、浮いてる魚映ってますので、こいつら食ってこれないかなみたいな感じですね。水温は 10.3 度、いやだいぶ下がりましたね。あ、今映ってますね。どうかな、潮は落ちの潮で、今 0.6 ノット。ないかな、まあ、かなり群れのサイズは小さいですね。魚が浮いてないんでね、やっぱ活性低いというか餌が流れてないんでしょうね。テクニカルフィッシュ。
ありそうで怖いね。まあ、ちっちゃくないね。ちっちゃい魚しかおらんと聞いていましたが、こんなこともない。いやー、水温 10.3 度、冬のしびれる釣りって感じですね。まだ浮いてきましたね、だいぶ潮が緩んできたからかな。一応地元にもタイはまだ生息しておりました。はい、以上。もうサビキ食わないですね。あの多分餌が流れてないんですよね。だから、あ、外れた。最悪だ、やけど。マジか、やらかした。もうはぁ、辛いです。いや、外れそうだね。ではありましたよね、確かに。まあ、魚真下に結構いっぱいいるんで、1回ぐらい食わないかな。くっそー。なんかすごい浮いた反応がいい。あ、でも帰って戻っていってるな。こういうタイミング食わないんだよな。うわー、ミスったなぁ。魚を釣ってたかな。よいしょ。カエラは食いましたね。変なことにはなってないから。はい、出てきて。リングが甘かったですね。的にもちょっと巻いてる感覚的にも追ってる感じがありますね。割と反応はしてるけど、最後バイトまで至らないっていう感じなのかな。
ね。あーやめた。そりゃ超むずいやん。あー外れ、絶対外れるよね。ああいうのって合わせやっぱもうちょっとちゃんと効かさないかんのよね。うわーこれ不安かな。行っちゃったというか沈んだというか、まあこんなもんでしょうな。よし帰ろう。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の、釣りはですね、まあ、ご近所で短時間、まあ実質の釣行時間は1時間ぐらいかなというような釣りでした。まあ、地元でねしっかり海図もできているところなので、地形的にもまあここについてるだろうなというピンポイントは分かっていて、そこをねしっかり魚探掛けすることによって、まあ、浮いてる魚を探す、で浮いてる魚がいたらしっかり丁寧に、小さめの、まあ、今回はねKムラのネクタイ使いましたけども、コンパクトシルエットのネクタイの平場、そして、欠かせない大さびきというところで、魚を釣ったというところです。もうこれね本当に、ね、実は朝マズメだけしか食わない魚なんですよね。だからまあ実質1時間釣行といっても、まあ、こんなもんです。ここからこの後粘ってもほとんど釣れないというような、魚なので、非常にね絞った条件でしか釣れない魚ではあるんですけども、結構ねご近所フィッシュ脂が乗ってて美味しい魚でしたね。なかなか良かったかなというところです。本当に港から出て、10分15分で、たどり着けるポイントなので、短時間でね結果を出すにはいいかなというところです。はい、ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価いただけると大変嬉しいです。釣りバカ3号でした。ではではまた。